さんこんにちは。コウシローガーデンチャンネル、職人 YouTuber の中根コウシローです。今日の日付は2020年5月23日。全国的にコロナウイルスの非常事態宣言が解除されつつある状況でございます。私中根コウシローは約9年間 YouTube から離れておりましたが、この度新たに職人 YouTuber として再始動をすることを決定いたしました。46歳のこんなおじさんがですね、今更なぜ YouTuber なんだっていう話ではあるんですけれども、それには2つ理由がございます。まず1つ目は、先日現場の資材をホームセンターに買いに行ったんですね。その時にホームセンターがもう車でいっぱい、もう止める隙間もないぐらい満員御礼の状態でした。最近のコロナウイルスで外出自粛やっておられたと思うんですけれども、レンガやら砂利やら人工芝なんかをこう車にバンバン積み込んでいらっしゃる光景を見たときに、まあおそらく今回の自粛の中で皆さん外出を控えるために、ご自宅のね、こうお庭の周りを綺麗にしようと DIY を一生懸命やられていたんじゃないかなと思います。そんな光景を見たときに、造園職人である私も何か皆さんのお役に立てることがあるんじゃないかなということを改めて考えまして、まあこの道にいる者として少しでも皆様のお庭がより快適に、より美しくなるお手伝いができる、それが YouTube ではないかなと思いまして、改めて、まあ、こんな年になってしまいましたけれども、 YouTube 再デビューという形で再出発することとなりました。そして2つ目の理由なんですけれども、実は先ほどから再始動と言ってますけれども、10年前に一度 YouTube を始めたことがありました。まだ日本に YouTube が上陸してからまだ間もない頃だったので、なかなかまあ本気というか、まあ遊び半分ではやっていたところでございます。まあ古い携帯電話に雑な動画編集ということで、当然視聴回数なんて増えるわけありませんでしたし、10本近く動画をアップしたんですけれども、なかなかうまくいかずに長続きはできませんでした。そんな中ですね、先ほどのお話があったようにですね、なんとなく YouTube を始めてみようかなみたいな、そんな気になった時に、まあ9年前、10年前、始めた頃のアカウントをちょっと覗いてみました。そうしたら実はとんでもないことになってたんですね。その10年前の本当にどうしようもないクオリティの動画がですね、まあ、10万を超える再生数を記録しているのがいくつかあって、チャンネル登録者数もですね500人を超える方が登録していていただけました。まあ、本当びっくりですよね。どうしようもないクオリティの動画で、今見ても恥ずかしいぐらいのものなんですけれども、さすがに10万再生というのは驚きました。まあ、それが現在 YouTube を新たに始めようという大きな原動力、後押しとなったことは間違いありません。ですので、現在チャンネル登録をいただいている皆様にですね、まあ、恩返しというわけではございませんけれども、何か一つでも皆様にお役に立てれるような、そんな情報を YouTube で配信し、またこれからチャンネル登録をしていただける方のためにはですね、思いを込めて、心を込めて、自分の知識を皆様にお伝えできるように、日々現場での動画撮影に励んでいこうかなと思っています。何分、造園職人で、ありますので、なかなか、このような動画で皆様にうまくお伝えできるかどうか疑問ではありますけれども、まあ、拙い喋りはご容赦いただきまして、何卒これから長い目で、コウシローガーデンチャンネル中根コウシローを応援していただけたら嬉しく思います。これから頑張っていきますので、皆さん見てください。チャンネル登録、いいねボタン、どうぞよろしくお願いします。実はですね、9年ぶり、10年ぶりの動画撮影で、なかなか何度も撮り直しをしました。で、結局たどり着いた結果がこれです。よいしょ。こんな感じで、シナリオを書いて、貼ってこれを読ませていただきました。大変情けない話ではあるんですけれども、何分、素人で投稿を行っております。皆さんにちょっとでもまともな喋りで、お伝えできるように、このようなカンペで、これからも動画撮影することになるかもしれませんけれども、どうかご容赦いただければ幸いです。それでは次回の動画、またお会いできることを楽しみにしております。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。